ではスポーツです。今日は自転車なんですが、先月マレーシアで行われたマウンテンバイクのアジア選手権で日本代表として出場した宇都宮ブリッツェンの澤田斗希選手が初優勝を飾りました。澤田選手にレースの振り返りと今後の目標を聞きました。アジア選手権から帰国した澤田選手、宇都宮に戻っても休むことなく次の大会に向けて汗を流しています。先月マレーシアのプトラジャヤで行われたマウンテンバイクのアジア選手権、日本代表で宇都宮ブリッツェン所属の澤田選手はクロスカントリーオリンピック男子のトップクラスであるエリート部門に出場しました。ダートで起伏の多いサーキットコースを周回するこのレース、澤田選手は序盤から先頭集団に入りレースを引っ張ります。比較的最初から調子がよく走れたんで、かなりいいイメージを持って、ここまで来れました。終盤はカザフスタンの選手との一騎打ちになり、澤田選手は残り半周でアタックを仕掛けます。独走でフィニッシュした澤田選手、30歳という節目の年に自身のキャリアハイとなるアジアの頂点に輝きました。念願のずっと目標であったアジア選手権で1位で金メダルということができて、本当に越し宇都宮帰ってきてもたくさんの方に喜んでいただけるんで本当に良かったなというふうに思います。レースの舞台となったマレーシア、赤道に近い熱帯の気候をどう攻略するかが大きなポイントになったといいます。半端じゃないぐらいもう暑くて、日本の8月よりも暑いっていうぐらいの気温と蒸し暑さだったんで、あまり序盤で頑張りすぎてしまうと結構オーバーヒートしてペースダウンしてしまうっていうことが予想できたんで、本当に最後まで我慢して我慢して、でなんとか自分の得意な一騎打ちの1対1の展開は得意なんで、そこに持ち込めたのが良かったかなというふうに思います。ブリッツェンの本拠地宇都宮市にもアジア選手権の切符は届きました。今月5日、澤田選手は宇都宮市の佐藤栄一市長のもとを訪れ結果を報告しました。これが表彰式でいただいたジャージなんですけど、写真で、そうですね、着用されてるんですか。今後のマウンテンバイクのレースで澤田選手が身につけるアジアチャンピオンのジャージも披露。佐藤市長は各国の有力選手を抑えての優勝は見事、ブリッツェンにとっても明るいニュースですねと活躍を称えました。こうして宇都宮の方々に喜んでいただけるっていうのが本当に自分も幸せなことだなと思いますし、でもまだまだ自分の目標先にあるんで、またそれに向けて頑張りたいと思います。今年でマウンテンバイクの競技歴が20年目に突入した澤田選手ですが、勢いはとどまるところを知りません。先月出場した3つのレースではアジア選手権を含む全てで優勝、さらに昨日まで石川県で行われていたレースでも優勝と、マウンテンバイクで4連覇を成し遂げています。次なるレースは今月23日に控えるロードレースの全日本選手権。マウンテンバイクとは戦い方が異なるものの、この勢いを存分に生かし全日本チャンピオンの座に輝くことができるのか注目が集まります。ロードレースはやはり最後の最後、勝てるっていうタイミングでうまく抜け出すか、あるいはもうスプリント勝負に持ち込むかっていう、かなり力があっても勝つのが難しいっていう競技なんですけれど、マウンテンバイクに関しては比較的前に行けるならどんどん前に行った方が有利にレースを運べるんで、その足の使いどころというか、その前に出るタイミングとかがちょっとロードレースとマウンテンバイクはだいぶ違うなというふうに思いますね。アジア選手権では応援をありがとうございました。本当にこうして帰ってきて宇都宮の方々に喜んでいただけてとても光栄に思っております。まだまだ全日本選手権と大事なレース続きますんで、今度はアジア1から今度は日本1になれるように頑張っていきたいと思いますんで、また応援のほどよろしくお願いします。